アニメ、ハンナ・バーベラの作ったスーパースリーです。最初はNET、現在の朝日テレビが放送して、1967年、その後12チャンネルで放映して、それから、日本テレビ系列のおはよう子どもショーで放映して、さらにその後テレビ東京のひねくれ3で、2019年に放映してる。そこで使われて、このスーパースリーの歌というのが使われてるんですけれども、歌い手が相川欽也、関啓六、石川進という当時としてはかなり豪華なメンバーで歌ってるんで、これスーパースリーオープニング、YouTube で検索すると出てきます。この作詞が私が作詞してるんですけれども、業界の人に評判がいいというか、7、8年前には稲垣吾郎が出演するサントリーの缶酎ハイのコマーシャルで使われました。それから3、4年前には体カルピス、バカリズムの出演する体カルピスのコマーシャルでも使われて、12チャンネルのひねくれ3なんかでも使われて、当時なんかワンダースリーという、これはプロデュースしたのが私なんですけれども、そのワンダースリーよりスーパースリーの方が人気があったという人もいるくらいです。あとゲームの中でラリホーというのが出てくる、使われてるゲームがあるんですけれども、ラリホーという言葉が最初に出てくるのがスーパースリーです。